日本の刑務所での集合協会刑務所で受刑者に祝福を与えるキリスト教系のプリズンチャプレン教会とは、第一義には教え悟すことを言う。同義語として教会があるが、こちらは教えいましめることを言う。両者の違いは、会と会の違いである。また、これらから転じて、第二義には受刑者に対し、特性の育成を目的として教育することを言う。 受刑者に対して、教会、教会を行う者は教会、教会師教会師という。この日本語に、近似の英語としては、強制施設付きのチャプレンであるところの、プリズンチャプレンがある。日本において、公的な教会師は、1908年3月28日に、施行された、監獄法の第29条に基づいて新設された。その後、 同法は90年近くの長きにわたって存続したが、最末期において、明治から平成に至る時の流れに伴う、社会通念の大きな変化を反映させた改正を、何度も検討されながら、すべて廃案となってきた。それでもようやくにして、2006年5月24日に、施行された、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する、法律不足第15条により、旧大前とした、 監獄法は改正され、法律名称も刑事施設における刑事被告人の収容を等に席する法律に改められた。ところが、未決公禁者と死刑確定者の処遇についての規定だけは現代化から置き去りにされ、旧法のままに続けられることとなった。このように、法改正から取り残された未決公禁者と死刑確定者の処遇は問題視され、 早期に改正するべき案件であったため、第164回通常国会会期中の2006年6月2日における、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を、改正する法律の成立、同年6月8日の交付、そして2007年6月1日の施行により、遅ればせながら改正された。未決公禁者と死刑確定者についての規定は、 このような経緯で新法に統合されることとなり、これをもって全ての条項が旧法となった監獄法は廃止された。受刑者処遇法は、その後、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に解体され、現在に至る。現在の境会市は、刑事収容施設法の第68条を法的根拠としている。強制施設における協会には、一般協会と、 宗教教会がある。一般教会の内容は道徳や倫理の講話などで刑務官、法務教官などが行う。宗教教会の内容は宗教的な講話や宗教行事で各宗教団体に所属する宗教者によって行われる。一般教会は全ての受刑者に参加の義務があるが、宗教協会は 日本国憲法に定める信教の自由の観点から自由参加である。教会史の宗教別の割合は、多い方から順に、仏教、キリスト教、神道であり、それ以外に、天理教、根校教、大元など新宗教諸派の教会史もいる。情報の有無を原因として、内容は日本人ばかりになっているが、本来は時代と地域を問わず、 全ての著名な教会誌が対象である。演劇、映画、テレビドラマに代表される創作作品では、凶悪犯罪や冤罪被害にスポットを当てた作品に、多いが、刑の執行を間近に控えて処刑室の前や処刑する場所に引き出された死刑囚の傍らに教会誌が現れ、死刑囚と言葉を交わし、仏教であれば度胸、キリスト教であれば、祝福を持って死にゆくものを送る場面が、 しばしば登場する。2018年製の日本映画、教会師」は、死刑囚と対話する日本の教会誌を主人公としたドラマ映画で、大杉さざ波が、老齢の教会師を演じている。また、荒木ひろひこの漫画、ジョジョの奇妙な冒険外力部、ストーン王者に登場する架空の人物で、超能力者、スタンド使いの一人であるエンリコ・プッチは、その肩書きが、教会誌である。 ありがとうございます。